はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ジンロの、久々にね、チューハイということで、ジンロの、ドライスプラッシュ、ビターオレンジ、期間限定です。香料、酸味料、甘味料、無添加、というかなり珍しい。そして果汁が50%。ここがちょっとすごい。個人的に。すごいなと思ったんですけど。アルコール度数7%。これはね、うまいんじゃね？緑のボトルでおなじみのジンロ焼酎を原酒と、の原酒と皮ごと果実を丸ごとすりつぶして作った果汁を使った無添加チューハイです。と書いてありますね。これ以前ちょっとサイトを見て飲みてえなと思ったんですけど。じゃあ飲んでいきたいと思います。お、濃いですね。まあ、アルコール度数、違う。果汁が50%だから、ね、半分がオレンジ。今日のつまみは、亀田の柿の種のわさび。です。じゃあ、乾杯。原材料名、オレンジ、アルコール、炭酸ガス、含有。あれ、これ砂糖も使ってないのか。香料、酸味料、甘味料、無添加。香料と酸味料と甘味料だけじゃなくて、砂糖も無添加なんじゃないか、これ。 つまり入ってんのが、オレンジとアルコールと炭酸ガスしか原材料名書いてないけど。まあ、エネルギーが62キロカロリー。って書いてありますね。ああ、でもやっぱ人狼っぽいね。まあ、人狼なんでしょうけど。若干通常のチューハイとは。あ、通常のチューハイ大体あれだからね。焼酎じゃなくてさ、ウォッカ使ってる。確かに若干苦いですね。ビターオレンジって書いてある通り。ちょっと苦味がありますね。甘味料っていうのは、砂糖も含めたっていうことなんですかね。甘味料っていうのは、砂糖も含まれるのかな。
果汁と焼酎原酒だけ。まあ、あと炭酸、ガス、かな。一応炭酸入ってますからね。なんか微妙なんだよな。まあ砂糖も入ってない。果汁も 50%。この苦味は何なんだろうな。オレンジジュースというより、グレープフルーツジュースみたいな苦味があるね。ああ、皮ごと入ってるからか。そういうことか。多分これ皮ごと入ってるから苦いんだな。ちょっと他の、見てみましょうか。他の、ブログとかをね。女子は、果汁たっぷりが喜びますからね。でもせっかく果汁たっぷりでもアルコール度数低かったら大多数の女子は喜んだとしても私は喜びません。なるほど。確かにこの渋みっていうのはあるね。渋みというか苦みというか。ね。まあ、それがいいのかもしれないね。こうしてみると、やっぱブログで紹介してるのは人多いですね。で、主に女性の人かな？が、結構紹介はしてる。でも紹介するっていうとさ、だいたいさ、うまいっていうことしか書いてないんだよね、だいたいブログって。紹介してるってことは、つまりですよ。つまり紹介してるっていうことは、それだけ好きだから紹介してる。まずいのはだいたい紹介しないんですよね。
まあ、基本的にうまいというのは、書いてありますけどね。まあ、人狼感っていうのは、なんか、その焼酎、人狼の焼酎の味っていうのは、それなりに出てますね。確かにこれは、でもさ、なんか微妙なんだよな。なんでだろう。やっぱこの苦味じゃないかな？だいぶ。まあ、ある意味、ね、独特な商品になってますね。独自性のある。そこはいいんじゃないか？でね、まあ果汁 50% ってことなんで、だからそれに、あの、ほとんど人狼を加えただけのような感じの飲み物になってる。まあ、苦味はあるんですけど。でも、これは多分、家庭で簡単に作れると思う。だって原材料名がさ、オレンジ、アルコール、以上だもん。あと炭酸水。炭酸、ガス。っていうことは、まあ、まあ、この際炭酸はほとんどいらない。と仮定すると、もうほとんどオレンジジュースに人狼加えただけです。これちょっと、誰でも簡単に作れるね、これね。それがいいのか悪いのか、俺は悪いと捉える。このあんたは家で作るわ、作れっていう感じはするけど。なんか、正直いまいちパッとしない味わいだなと。パッとしないっていうよりも単調すぎる。本当にただのオレンジの焼酎割りみたいになってる。本気で。まあ苦味はあるんだけどね。
まあでも少なくとも果汁 50% の、チューハイっていうのはなかなかないでしょう。ねえ。少なくとも俺は、あったかな？今まで飲んできた中であったかなと思うぐらいの感じですけどね。まあでも、少なくともこれは、相当簡単に作れる味わいだなと。うん。ありきたりな味がするね。簡単に言うと。すんごい。うん。これなら俺でも簡単に作れるわって感じの。まあ、ジンロっていわゆる、焼酎と言っても、ほら、あれだからね、焼酎香類だからね。うん。まあ、いわゆる大樹氷とか大五郎とかと一緒のパターンですから、部類ですからね。そう考えると、誰でも簡単に作れる味わいではあるのは間違いないです。ので、これは三つ星ですね。はい。それではご視聴ありがとうございました。